こんにちは、しんのじチャンネルしんです。今日は3月1日水曜日ですね。今年度もいよいよあと1ヶ月ということで、1年早いもんですね。12月、年の瀬からバイクの方、冬だし積雪もあるし、乗れるのかな、どうなのかなと、この3ヶ月間、ひょっとしたら乗れないかもしれないななんて思いながらも、今年は雪も少なくて、気温の方も、朝晩は確かに、今日あたりも氷点下でしたけれども、日中は、ほぼ平年並みから若干、高めということで、雪も少なくて、なんとか合間を見ながら、この12月、1月、2月、乗ることができました。そして、いよいよ3月ということで、もう梅の便りも聞かれて、月末から、そして4月の頭にかけて、桜の便りが訪れる頃かなと、いよいよ、もうすぐ春だなということで、なんとか今年はこの冬を乗り切ることができました。そして、今日、まだ午前中なんですけれども、天気もいいので、そして前回のオイル交換から3000キロちょっと走ったので、今日はですね、レッドバロンさんの方に行って、オイルリザーブしてあるので、オイル交換の方、行ってから、それから少し、近場ですけれども、一回りしてこようかなというふうに思います。エンジンオイルもやはり3000キロ走るとですね、私鈍感な方なんですけれども、エンジン音がなんとなくこうオイル変えた時点よりも、メカノイズが、耳障りな感じが少ししてきます。体感っていうか、その耳の感覚でなんとなくわかるっていうことは、やはりオイルのいわゆる美味しいところっていうのはもうとうに、終わってしまってるんだなというふうにも思いますし、早めに交換を済ませて、そして春に備えたいなというふうに思います。今日は予報では昼からもう2桁台、ここの温度計ももう10度になってますけど、予報ではもう10度を超えるのでね、日中なんかはもう割と、冬の装備をしてさえいれば、割と快適にもう乗れるんじゃないかなというふうに思いまして、先日まではウィンターグローブ、防寒ブローブ、グローブですね、グローブだって、変なの、グローブの方ね、してましたけど、今日は、この通り、通常の、グローブで、手先なんかも全然寒くないんで、ようやくこうしっくりくる、グローブはめれたなという感じです。レッドバロンさん行くとね、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、缶コーヒー50円なんですよね。非常にありがたいお話なんで、オイル交換してる間ね、ちょっと缶コーヒー飲みながらちょっとのんびりしようかなというふうに思います。
風もほとんどない日ですから、まあバイクも乗りやすいですし、まあ、何しろこの気温がね10度を超えるってね、本当に春の訪れ感じますね。もう3月入った途端なんですけど、もう気分的にもうやっぱり春を感じちゃいますね。少しスピード出すと、まあ、なんとなく肌寒いは肌寒いんですけど、まあ、それでもこれから何時ぐらいまでは、気温の方をずっと上がってきますからね、この先はもう全然問題ないかなと思います。まあ、先週は金沢行って、まあ主要な観光地なんかをね、ぐるっとこう回ってきたりしましたけど、まあ、これからね、春のシーズン、そしてゴールデンウィークにかけてまた、観光客がどんどんこう増えていく、まあ、そんな季節ですね。まあ、賑やかになるのはいいことですよね。まあ、ここはまあ賑やかとは言えないですよね。まあ、車も少ないし、まあ、その分、まあ、バイクはね、渋滞なんかもなくって、非常に走りやすいんでね、バイクに乗る分に関しては、まあ、毎日がもうツーリング気分ですよ。で、海も近いし、こうやってね、山なんかも、まあ、すぐね、ものの10分もあれば、まあ、山の方行けますから、非常に地理的には、まあ、海行ったり山行ったりと、まあ、気軽に行けるところなんで、まあ、本当はいいところなんですよここは。まあ、ただね、観光地とかがないんで、外からお客さんが来ないっていうだけでね、まあ、地元愛じゃないですけど、全然いいとこだと思います。で、まあ、今日行くそのレッドバロンさんなんかもね、まあ、実は家からだいたい10分もあればもう着いちゃうんで、まあ、メンテナンスとかね、そういうことに関してももうバイク乗るにはまあ本当に最高じゃないですかね。でこの間の、まあ、金沢にしたってね、元里山も、無料ですから、もう1時間ぐらいあれば金沢着いちゃうんで、まあ、向こう行ったら向こう行ったでその観光客的なね、完全な地元ではないんで、観光客的な感覚で遊びに行けたりする気分も楽しめるということで、いいとこだったと思います。はい、じゃあ着きました。オイル交換お願いしてきましょう。一旦閉めます。